ミナルディ M194 は、ミナルディが1994年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、アルドコスタとグスタフ・ブルナー。スクーデリア・イタリアとの合併により、チーム体制を強化。ドライバーは、ピエル・ルイジ・マルティニとミケーレ・アルボレートという、エース同士の組み合わせで、テストドライバーは、ルカバドエルであった。開幕から戦は、 M193 バイトを使用し、第6戦カナダグランプリから M194 が投入された。その後11戦に出走したが、マルティニがフランスグランプリで獲得した2ポイントが唯一の得点であった。チームは1994年シーズンに5ポイントを獲得したが、3ポイントは M193 バイトによるものであった。ポイント獲得は前半戦のみで、 後半戦は、ステップドボトムなどのレギュレーション変更への対応に追われてしまった。M194 は、翌1995年には M195 に変えられた。アルボレートは引退し、バドエルがレギュラードライバーとなった。ピットで整備中の M1943 ポイントは、M193 バイトでの記録。ありがとうございます。